イタリア人民党はイタリアに存在したキリスト教民主主義政党。当名は第一次世界大戦後ベニート・ムッソリーニのファシスト党が一党独裁制を確立するまで存在したカトリック政党のイタリア人民党にちなんでいた。1994年1月小選挙区制が初導入された総選挙を前に戦後一貫して 与党だったキリスト教民主主義が改組されて成立。しかし、ピエル・フェルディナンド・カジーに率いる DC 右派は、シルビオベルルスコーに率いる保守政党のフォルツァイタリアとの連携を主張して、キリスト教民主中道を結成したため、DC 時代に比べて中道もしくは中道左派の傾向が強い政党となった。党内の実力者には、 チリアーコで見た元首相らがいた。しかし、結成直後の総選挙で、DC 以来の第一党としての支配政党の地位を、失って、ベルルスコーニ政権の樹立を許し、野党となった。1996年イタリア総選挙においては、旧イタリア共産党を引き継ぐ、左翼民主党と、中道左派政党連合、オリーブの木を形成して勝利、ロマーノ・プローディヒキール。 新政権に加わった。DC の系譜を引く、人民党と共産党の流れを組む、左翼民主党の連立は、冷戦の終結によって、イタリア国内における、既存政党の左右対立の意味が、希薄化したことを象徴する出来事と受け止められた。しかし、1999年の欧州議会選挙では、そのプローディの中道、リベラル新党、民主主義者と支持層の奪い合いになり、 得票を大きく落とした。続く2001年イタリア総選挙においては、その民主主義者、ランベルト・ディー・ニ元ゲン首相のイタリア刷新、欧州民主連合と連合組オリーブの木の一員として望んだが敗北、下付け、翌2002年12月にはこれらの政党が合流する、形で、新党、マルゲリータを結成した。この党は2007年に、 さらに、旧共産党の流れを組む、左翼民主主義者と合流し、現在は民主党となっている。ありがとうございます。